ちょ、こんにちは。はい、はい、豊さん、ついに佐々木朗希投手ヒット打たれてしまいました。本当だよね。はい、楽しみに見てたんだけど、そうそうそう、みんな注目してましたけど、いきなりヒットライト前打たれて、はい、もうまあ全てがまあ、ご破産になったというかね。はい、だからまあ期待はしたんけど、はい、まあさすがプロだね。オリックスの方も対策をしてて、そうですね、佐々木に襲いかかってたけどもね。はい、もうあの瞬間こういろんな人がね、こう気持ち的に楽になりましたか。一番はやっぱ守ってる野手だろうね、ですよね、がやっぱり一番楽になっただろうし、はい、まあ佐々木本人もやっぱある程度こう緊張感、まあ、意識しながら、はい、まあ、マウンドには行ったと思うんだけども、うん、まあ先に打たれて、まあまあなんかすっきりした部分もあるのかなっていうような、そうですね、ことだと思うけどね。これなんか試合が最初に打たれたことで、はい、うん、こうなんかみんなほぐれて試合ができたんじゃないかなっていう気持ちも少しはしてたんですけど、オリックスの方もおそらくやる前は相当な意識があったと思うけども、うん、まあ、完全試合やられたからね、うん、まあ、だけど最初にヒットが出て、うん、よし、いけるという、はい、ね、まあ、吉田正尚なんかやっぱ対策してたね。そうですね、やっぱ引きつけて反対方向を打つというね、うん、まあ、そういう徹底さが光ったゲームだったけども、はい、まあ、ただその中で、はい、まあ、佐々木朗希、はい、判定に不服、はい、ね、白井球審ブチ切れと、で冷静なのは18歳松川だけだったというね。まあ、はい、佐々木朗希もそんなにはカッカカッカ来てなかったと思うんだけども、そうです、ね、まあ、問題が起きたのは2回なんだけどね、はい、まあ、初回から見てるとさ、うん、あれボールなのっていうような判定があったんだよね。それは豊さんが試合を見ていて、俺が見てて、うんうん、で佐々木朗希を見てると、はい、やっぱ今のボールみたいな、うん、まあ、そういうシーンが何回かあって、はい、まあ、それが2回に重なって出たんだろうね、うん、で球審がまあ、佐々木朗希に詰め寄るという、まあ、ゲームを止めるという、ね、シーンになっちゃったんだけども、はい、まあ、球審がああいうそんなには俺佐々木朗希は不服な態度っていうのは出してなかったと思うんだけども、うん、まあ、あの試合を止めるほど の, あのことってすごい結構ね、まあ、重大なことだよね、そう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 、はい、いやだから、まあ、佐々木が初回からね、うん、ちょっと顔に表情に出したりだとか、うん、おそらくね見てるファンの方っていうのはそこまでは分かんなかったと思う。そのテレビだから分かった、はい、俺が見てて分かったけど、はい、ファンの人は分かんないと思うよ。なるほど、その球審のこの、うん、なんていうさじ加減というか、そうそう、それが、なんていうの、態度に出してる部分っていう表情とかね、はい、そういうものは分かってないと思うよファンの方は、うんうんうん、ただやっぱ球審は分かるわね。それはそうですよね。だから相当やっぱこう佐々木朗希を、白井球審はやっぱり意識をしてたということだよね。うん、佐々木投手に限らず、うん、結構ピッチャーでこう感情とかが出やすいタイプのピッチャーもいるじゃないですか。そうすると、えっていうような態度っていうのはやっぱ見受けられる時ってあるじゃないですか。見受けられる時があるよね、はい、だそれとはまた今回は違うんですかね。まあ、ちょっとね、いや、まあそれに似たような感じはあるんだけども、うん、まあ、だけどそこまでは俺ひどくないと思うし、そうですよね、うん、まあ、それとね、まあ、昔の話を言えば、はい、村山実さんっつってね、はい、阪神のエースがいたんだけど、うん、あれ長嶋さんに投げた1球だったかな、外のまっすぐを、はい、それはボールって判定されてマウンドから審判に体当たりしに行ったんだよね。まあ退場に今なったんだけど、はい、いや俺はその1球を生活をかけて投げてんだと、はい、だからもうちょっとしっかり見てくれよって涙ながらの抗議だったんだ。やっぱね佐々木は熱いよ。いやそれだけのなんていうの、いやストライクっていう確信があるんだろうね。そうですね。でも判定をした白井球審もボールっていうこうなんていうの自信もあるんだろうね、はい、うん、だけど俺がテレビで見てたら初回のなんかはあれストライクじゃないのっていうのはあったんだよ、はい、だからまあどっちが悪いとかいいとかじゃないけども、はい、だけど松川が止めてる時に、はい、白井球審が松川に何か言ってんだよね。そうですね、結構、うん、言葉は聞こえないですけど映像としてはこう見てて、うん、あまり気持ちのいい感じではなかったですね。感じではない、お前なんだっていうような、あ、そうですね、まあ、そういう態度だったんだよね、はい、それはどういうことかというと
まあ、佐々木も20歳、松川18歳、はい、この若造がっていう44歳の審判がなんかそういう態度に見えたんだよね。でもこの彼らは2人とも立派なプロ野球選手だからさ、ね、年齢は関係ない。やっぱ職業としてね、職業人として扱わないと、はい、やっぱ年齢は絶対関係ないから、はい、そこはね、やっぱ佐々木も命をかけてやってる、はい、松川だっても必死にやってるんだよ、うん、だからそこら辺はああいう態度は、俺はその試合を止めたあの松川に対しての態度、これは絶対良くないと思う、うん、ちょっと感情がね、ま、表に出過ぎてた部分っていうのがありましたね。そうだね、まあ、その後もストライクボールに、誰の時かな、フォークボールがあれストライクじゃないのっていうのがボールに判定されてる、はい、でも佐々木も大人になると球審を味方につけるということもね、大事なことだよ。やっぱり人間同士がやってるからさ、うん、やっぱ審判もやっぱ人の子だからね、はい、やっぱ心っていうのがある、うん、ということはやっぱ冷静なジャッジをしてもらうためには、はい、やっぱりこうなんていうの、少し感情を逆なでるような態度は少し控えた方がいいかもね、はい、ボールって言われたらこれはもう返ってこないことだから、はい、返ってこないことだから、うん、そうかって、あとは松川がねうまく言うことっていうのは、誰に、佐々木投手に、審判に受けてて、あ、ちょっと低いですかねとか、ちょっと外れてますかねって言いながらなそこのコミュニケーションコミュニケーションを取りながら、こう向かない、向かないよ、うん、こう一人ごとに前そう、ちょっとあれですか、低いですかとか言って向くとさ、なんか抗議に見られて、はいはい、やっぱ球審って嫌がるのよ。なるほど。だから前を向いたまま、白井さん、今のはちょっと低いですかねとか、あ、そうですか、あ、惜しいボールでしたねってコミュニケーション取っておくと、それがまたうまく取ってくれるようなことになる。そういうキャッチャーの人っていうのは打席に立ってて豊さんいましたか？やっぱね、達川さんも、まあ、達川さんは打者にも話しかけるし、打者にも言うけどいやだからおだてるんだよ、よく見てましたねって、うん、今ね、ハンコないな、ちょっとボールだったですねとか言って、今度はまたしっかり投げさすから見といてくださいよとか一人ごとのように、うん、で江川さんが言ってたのが、うん、3球で今日は勝負するから、うん、よく見といてくださいってキャッチャーに言わしてた、うんうん、やっぱね、ツーストライク取ってボールにするもんだというふうに見てるから、はい、感情的にね、はい、だから3球目はストライク来ないっていうような、そういう先入観で見てる人もいるわけ、はい、だ先入観が入るとストライクでもボールに感じる時があるんだよね。うん、だからそういう意味では松川が、佐々木朗希は3球でいきますからって言わしとけばいいんだよ。今日は遊びでも使わないで、もう球数があるんで3球で勝負いきますって、だからよく見ておいてください、お願いしますって松川18歳が言ったら可愛いなと思うじゃない。そうですね。だからそういうね、うまく相手を利用する、はい、っていうことも佐々木朗希とか松川は覚えると方がいいね。なるほど、うん、もう人がね、人の球をこう判断してっていうから、そうそうそう、やっぱ感情も多少入ってくるようなものでしょうけど、うん、でね、白井球審もね、今日ね、おそらく興奮状態で入ってると思うよ、うん、やっぱこう2試合連続ヒット打たれてね、はい、1試合は完全試合、はい、8回まで完全をやってる、はい、みんなが注目してる試合で、うん、ジャッジを しなきゃいけない、はい、やっぱね、相当なやっぱこう球審もプレッシャーを感じてたと思うよ、はい、で初回際どい球を投げた時に佐々木がえってなると、なんか国民を敵にしたみたいなそういうプレッシャーもあったと思うよ。そうですよね、うん、だからすごくね、佐々木の表情が気になったことは俺は確かだと思うんだよね、うん、そうですよね。だからまあ喧嘩両成敗ということで、うん、ね、まあ丸く収めてくればいいけども、はい、もう少し大人にならなきゃいけない、うん、佐々木、松川、このバッテリー、松川はいいんだけどもさ、もう少し利用をするという、絶対佐々木朗希の味方をするから、はい、必ず審判は、うんうん、だからそこら辺をうまく利用するというね、はい、そういうのもプロのテクニックの俺は一つだと思うよ。なるほど。じゃあまあこういうふうなことがきっかけでまた違ったことが見えてきたっていう、まあそうだね、ことですかね、うん、でもね、はい、俺思うけど、はい、まあピッチャーほとんどなんていうの、えっていうボールはストライクだね。うん、やっぱりまっすぐ見てるから。
そりゃそうですよね、うん、しかももう何百球何千球って自分の球を投げて見ていて、うん、そうそう、いや俺もよくあったよ、うん、バッターボックスでボールでしょって、いやストライクいっぱいだって、いや絶対ボールですよって、うん、ね、でキャッチャーに確認するんだけどさ、いやストライクって審判が絶対味方するからね、うん、だからまあそういうやり取りもね、うん、まあ面白いプロ野球だけども、はい、ね、まあこういうことがあったから、まあ、ちょっと動画にしたけども、はい、ね、まあ大人、まあみんなが大人になればいいな、そうですね、ね、うん、でも佐々木朗希はすごくその一球にかけてるっていうのが分かったしね、うん、ああいう抗議とか不服な態度っていうのは、ね、それは俺はそういう熱い心は俺は絶対なくしてほしくないし、そうですね、うん、こうなんかねポーカーフェイスのようにこういつも感情そんなに表に出すところ見ないですけど、うん、中にはすごい闘争心があるんだね、あるんですね、うん、どうでしたか今日の佐々木朗希投手は。まあでも点が入った時にすごく完全試合やった時よりも喜んでたのね、そうですね、だからやっぱチームの勝ち、うん、自分の勝ちももちろん大切なんだけど、うん、チームの勝ちというものがすごく嬉しい子なんだなっていうのが分かった、はい、うん、だからすごく点を取った時に喜んでるシーンは印象に残りました、はい、ね、今日の勝利はおめでとうございました、おめでとうございました、はい。